すみだくん。すみだくんやった名前。奥太郎やった。ほい、ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、夢見え。このまま眠りにつこうかな。眠ります。お行儀よく。はい、黒板アートに到着。あれやって、黒板アートで黒板アートのことらしいんやけど。さあ、目を開けてくださいな。あなたは今、黒板アートという島の夢を見てらっしゃるのよ。お帰りになりたい時には、こちらのベッドにもう一度横になってくださいましね。それでは、都の黒板アートをご堪能くださいまし。さあ、到着だ、到着。見て。学生や、学生帽かぶっとる。これね、多分ツイッター、この島を作ったハマーさんっていう人のツイッターのね、アイコンも、これと同じ感じやったんよね。あれも絵なんかな？絵やね、多分。ということです。ちなみにこの黒板アートは島全体が青空教室になってるらしいので、ちょっと学生っぽい感じの、学士の服でやってきてみた私。イエーイ。帽子はこれでいいんかなと思いつつ。まあ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 。島全体がってすごいよね。とりあえず、上に向かって、行ってみましょう。あ、これ見て、職員室。すごい。どこの席が何の授業の先生かとかも、なんか若干わかる感じになったんかな。これ生物の先生とかそういうこと？蝶々。これはなんか植物が置いてあるけど、それはただの飾りかな。で、これは多分、まあ、何？科学とか？物理？物理？生物？ってわからねえ。ちょっと待って。ちょっと待って、わからねえ。これ国語よね。これ家庭科とかそういう感じ？ね、これって何で使うやつ？なんか見たことはあるんやけどさ、これもなんか理科系？え、違うかな。え？これも待って、ちょっと待って、理科系が多い。私の考え的には理科系がすごく多い。え、これもなんか国語的な。この先生多分花粉症とかそういう感じ。違うかもしれんけど。これは何？数学？ただ単に私グラフを見ただけでそう判断した。あ、どうも。セバスチャン。あれ？あんまり見ない顔がいるぞ。あれか？もしかして動物とかもそういう感じで揃えてる感じ？セバスチャンってなんか教頭とかにおりそうじゃない？え、教頭おりそうかな？自分で言ってみて思った。羊とかにおりそうやけど。コーヒー飲んでる。あ、ここもなんかアルコールランプ置いとんやけど。ね、今ってさ、学校でアルコールランプ使わんってマジなん？私らの頃めっちゃ普通に使いよったんやけど。なんか危険やけんみたいな。机が燃える的な。いや、実際燃えよったんやけど。え、でも普通に使いよったけどな。でもすごいね。ちゃんと職員室。この島を作ったハマーさんは、実際にね、学校の先生をしよるらしいんやけど、やけんかな？再現度がすごい高い。いや、まあ、でも言ってもね、みんな、こう、学生時代って通ってきてるわけやけん。見たことはあるはずやけど、まあ、日々おる人とは違うかな。あ、見て、ここ、コーヒーとか飲めるとこ。飲めるとこ、告げるとこ。やっぱそういうのってあったりするん？給湯室的な。給湯室とかなんか、OL さんとかのイメージしかないけど。で、そして、ここが、ここは美術室とかそういう感じかな？え、すごい。ね、すごい。美術室。うわ、私の苦手な、リュウグウの使いやないん。そして、たくさんの絵。ゴミもいっぱい出るんよね。あ、この辺で絵の具の汚れを落としたりとか。なんか小学生の時にさ、絵の具のパレットは学校で洗わずに家に帰って洗いましょうみたいな感じで言われてんやけど。あれ何やったんやろ。汚れるけんってこと？え、でもそれやったら家でも流しちゃいかんよね。え、どういう理由からやったんやろ忘れたけど。言われたかな。技術とかも同時にできる感じかな、これ。ね、机の作り的に。
これは多分生徒たちが作った作品だと思われる、きっと。なんか上にいっぱい段ボールが並べてある。これはなんかあれかな、美術で使うためのものがいろいろ上に入っとったりとかするんかな。あ、そして教室。そう、教室こんな感じよね。そう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 、このね、なんか教卓の横にも一個だけ机が置かれてあって、これってどこの学校でもそうなんかな。あの、私らの時ってね、この教卓の横に机が一個置かれてあって、ここをなんか一人だけ問題児みたいな、クラスの問題児が先生の横のこの席に座らされとったんやけど。でも大体問題児って言っても、なんかいじられキャラも兼ねとる感じの子が座らされとったけん、別になんかちょっといじめ的な感じにはならんかったけど、なんか本人もネタにするみたいな。そうで横に、こうね、先生の席があるっていうね。あ、ここはなんかすごい、学校から解き放たれた自然な空間。ここでゆったりと休むわけだね。日々の学校の疲れを癒しつつ。なんか奥で紐の干されてない？見て見て見て。イカとタコが干されてるよ。よきー。ん？なんか今カマキリめっちゃでかく見えたんやけど。あそこにエイブルシスターズがあるのね。いい、そう、教えて。あ、そう、教室ね、ちゃんと、ん？ここさっき入った教室？いやね。ちゃんとあの、実際の学校と同じように何個か教室があるっぽくって。あ、さっきの教室はあれや、ホームルームやったんかな？わからんけど。こっちはなんかちゃんと授業っぽく、教科書がみんな開かれてある。あ、見て。一番後ろの端っこの生徒は雑誌を読み寄るとかいうちょっとしたリアリティ。ちょっとしたリアリティ。で、ちゃんとこれ多分後ろ、ロッカーとかなんよね。で、上になんかリュックが置かれてあって。どうも。ハマーさん。キリーツ、レイ、着席。懐かしい。懐かしいよ。キリーツ、レイ、着席。あ、で、この後ろも。あ、なにこれ、すごい。桜クレパス。懐かしい。桜クレパスはね、多分幼稚園で使いよった、私。なんか小学校に入ってからクーピーやった。ちょっとあの手が汚れにくくなったやつみたいな感じ。クレヨンの。これはなんか掃除の時間とかなんかな。机後ろに書いてるね。あ、この机を書くっていうのあれだよね。県外の人に通じんねよね。なんか、珍百景じゃないわ。え、珍百景やったかな。珍百景か、県民賞かなんかで、愛媛県民は、なんか、机を、掃除の時後ろに下げることを机を書くっていうみたいな。机を書く以外言わんねやけど。机書いといて、って言うし、あいあいがさ、こういうのね、休み時間に書いたりとか、あるよね。中学生ぐらいの時にはよくあるような気がする。ちょ、待って、オンラインになってよ、うるせえ。オンラインになってうるせえ、そんな報告いらねえ。あ、ここにキャンプ場があるんや。いいね。あ、あそこになんか何気に、室外機が並んである。え、見て、にゃんちゅー。ね、にゃんちゅーおったにゃんちゅー。かわいい。かわいい。あのダミ声好きなんよね、にゃんちゅー。いいよね、なんか昔見よっためっちゃ。そしてここが、講義室。講義室。ここでパソコン開いて、だから大体、担任の先生とか、がそこでなんか操作したりとかしようかな。でね、これなんか、講義の様子をカメラで映したりとかね。あった、あった。この外の椅子は何？なんなんやろ。なんかこっちの横にもさ、椅子が並んであるんよね。これも一応授業中なんかな？何かの授業で、机を後ろに書いて、これは何かの順番待ち？なんなんだろうか。わからねえ。わからないけども。ここには不必要になった段ボール。でもそういうのもちゃんと配置されとるっていうのがなんか、いいね。いいっすね。あ、ここトイレや。全部なんかこう、地形を、ね、すごい使ってやりよる。和式、和式、洋式。和式便所ってまだあるんかな？もうなんか、なんやろう。公共のスーパーとかそういうとこでも
なかなか見かけんようになってきたような気がするけど、和式便所。ね、私大学も洋式しかなかったもん。トイレ。こっち男子便所ってことかな？そして手洗い場。手洗い場は共通っすか？共通っすか？そういうこと？いやー、いいなー。なんか、すごい、懐かしい感覚が。ものすごく。あ、いいね、この辺の。この感じ。わかる？なんか良くない？綺麗。超綺麗。お、そしてこっちが、図書室。図書室では静かにしましょう。みんないろんなもの読みよるね。アイドル系、ファッション系、料理、車。あ、なんかこの子だけすごい真面目に。昆虫図鑑を眺めて。よいしょ。あ、見て。あ、カービィ！ね、カービィが置いてあるんやけど。かわいい。なんかところどころにさ、キャラクターが。なにこれ？これは、なに？実際にいる人？わからない。わからない。でもあれかな？髪型的に。いや、私がちゃんとわかっとるかどうかわからんけど。髪型的になんか、若干昔の人っぽい感じ？考える人、めっちゃ考えよる。めっちゃ考えようんやけど、何？なんか、超難しい課題が出たとかそういう感じかな。あ、こっちにもニャンチュー。なんで海岸にニャンチューあるんやろ。え、かわいいけど。かわいいけど、ニャンチュー気になる。ね。あの、考える人の使い方めっちゃうまいね。すごいね、なんか。確かに、もうめちゃくちゃ考え込みよる感がすごい伝わってくるわ。これが誰なのかがすごく気になる。そしてそこに並んだカービィたち。いいね。隠れキャラ見つけるのもいいね。あ、なんかこっち。いいね。なんかちょっと、学校でこういうの見かけたらさ、あれじゃない？学校とこういうのの組み合わせ。修学旅行って感じ。あ、でなんかこの、グラウンド？この運動場がさ、めっちゃリアルじゃない？本当にただただこう、土がいっぱいあって、で、隅っこの方に、この遊具だとか、ゴールだとかが置いてあるっていうのが、リアルよね。なんか実際に作り込んだらさ、めっちゃなんか色々物を置いたりとかしそうやけど、実際こうやもんね。真ん中の方とか物置いてないもんね、学校の。いいっすね、リアルっすね。そしてなんかちょこちょこ池があったり、ここに博物館があるのね。なんか小人たちが並んである。いいね、ああいうモニュメントがあるのも。ん？なんかこの奥にもある？あ、自販機。あ、自販機と、この辺はあれか、なんか学生がよく来るお店的な感じなんかな？たぬき商店。なんか、昔ながらの、地元で愛されているお店的な感じ。なんか小学生の時とかって、結構なんか地元の小さいお店とかに、みんな、集まったりとかしよった。あ、これ音楽室じゃない？ほら。あ、こういう椅子もあるんや。え、これもしかしてあれ？なんか映画館とかの椅子とかそういうことかな？でもなんか、あの、大学の椅子ってこういう感じやった。なんか大学の椅子ってね、なんか、なんやろ、バネで戻ってくるというか、なんて説明したらいいんかわからんけど。あの、座ってなかったら、自然に閉じる仕組みになっとる椅子やった。なんか、そういう感じ。あ、なるほどね。図書室の向こう側が音楽室やったんや。これは廊下に展示されてるってことかな。あの、生き物たちが。あ、なに？職員室から上なんか上がれるやん。なるほど。上に動物たちの家が。この辺住宅街ってこと？生徒たちが住んどるっていうことでいいんかな？あ、そして、下の方向行ってなかったよね。びっくりした。行けんのかと思った。なるほど。なんか、この、何？道にこういう風に並べるのいいね。なんかテーマパークとかでこういうのあることない？そう、これの使い道がよくわからんくって、どこにも並べてないんやけど、お、すみだくん。すみだくんやった名前。奥太郎やった。すみだくんあれや。コラボキャラやわ。ん、見かけない顔だな。おめえ誰だ？ちょっとあれ。ま、あの、傷があったりとかするけん。
ちょっとやんちゃな生徒的な感じかな。奥太郎。あ、この辺も。あ、なんかすごい綺麗やな。ね、周りを水に囲まれた住宅街。めっちゃ綺麗やん。へえ、すごいな。なんかそういう土地の使い方というか、ちょっと待って、間違えた。こっちこっち。そういうのすごいね。ここ渡れるん？あ、飛べた。あ、ここはなんか、桃太郎。いろんなフルーツがなった木が。あ、ここに出てくるんや。なるほど、なるほど。じゃ、この職員室を抜けまして、この奥、ここの作りめっちゃすごいね。綺麗。抜けていくと、灯台、あ、ここから上に上がれる。そして、え、なにこれ？かわいい！親指姫？めっちゃかわいいんやけど。あ、なんか中の子がいろいろ違う。かわいい。親指姫や親指姫。なにこれ、洗濯物？洗濯物？あ、ここに井戸があって、あ、ここにエブルシスターズ。エブルシスターズどうやって行くんやろ、あれ。あ、あ、なるほどね、こっから行くんか。なるほど。そして、おー。ワンコがいたりとか、まあ、この、多分島で一番高い位置かな、ここが。で、島で一番高い位置の家が、じゃーん、校長室。すごくない？ちゃんと校長室だけ別で、部屋があるというね、こういう。家の中に。え、すごいなぁ。いいね。やっぱ校長はこういう過ごしやすい部屋におるんやね。正直ね、校長先生が、あの学校でどういう仕事をしようかいまいちよくわからんくって、未だに。やっぱあの、書類の何かしらがいろいろあったりするんかな？反抗していったりとか。なんか学生時代とか普通にね、あの、話の長いおじさんぐらいにしか思ってなかったけど。あ、左側、ここは保健室かな？ね、保健室っぽいね。ね、このさ、え？カーテンはつけれるの？これ。もともとあるの？そういえばドアプレートって普通に壁にかけれるん？今初めて知ったんやけど。あれドアプレートよね？ウェルカムって書いてるの。え？壁に飾っとる。ドアにしかつけれんのかと思っとった。ここ多分保冷剤とかいろいろ入れといて、あの頭冷やしたりとかするんやと思う。あと幹部とかね。はい、そして右側の部屋へ。あ、右側、見て、めっちゃなんか桜。なんやろ、ここで。椅子がある。写真撮影？何の写真撮影ですか？もう普通に、学校といえば、入学式とか卒業式とか、桜が咲く県ってことかな。はい、そして2階へ。ん？ 2 階は普通にお家？これ校長先生のスペースかな。やっとしたらなんか校長先生めちゃくちゃ若い感じやけど。ね、めっちゃ体鍛えよりは、なんかムキムキ校長を想像してしまうんやけど。ね、なんかすごい、あれやね。なんやろう。こういう綺麗な感じの部屋に、運動器具を並べたりとかしてるのあんまり見んけん。なんかすごい爽やかムキムキお兄さんみたいな感じのを想像するんやけど。校長のお家ではないのかな。はい、地下へ。お、ここはね、あの、もし、あの、外の青空教室なんやけど、雨が降ったら、ここでね、ここで授業をすると。かわいい、麦わら帽子かぶっとるやん。いいね、いいね。これ生徒たちってことかな。いいっすね、なんかいろいろと掲示物が貼ってあったり、これ学級文庫？美術の授業中なんかな、今は。あ、すごい。絵もなんかいろいろ種類あるんやね。
これリンゴの絵で、こっちクワガタ。これなんか、お姫様みたいな感じじゃないかな。かわいい。ね、種類がある、ちゃんと。あ、すごい。警察官のポスターまで。なるほど。こういう感じ。良きっすね。お邪魔しましたー。でも、校長室を通って屋内の教室に行くってめちゃくちゃ嫌やね。めちゃくちゃ嫌やね、なんか。その厳格な校長か優しい校長かとかにもよるかもしれんけど。え、めっちゃ良かった。何これ、何気に本が置いてある。お、この空間もしや来ていないのでは、私。ちょっとした憩いの空間みたいなのあるやん。あ、これもしかして門？正門とかじゃない？学校の。ね、多分そういうことや。だってこっちあれやろ？こら、ドードアエアラインズ。ここに到着しての、なんか上にいっぱい。ここに到着しての、なんかこういう、広場があって、ここを通って、職員室へ。ね、なんか行ってない場所あったことない？今、気のせいかな。いや、行ったか。え、行った？見えてたの？これ？いや、違う。これじゃなくて、え、なんかあれ、さらに上があるよね。ほら、ここの上があるんよ。ほら、なんかいっぱい黒板が置いてある。でもこっちにソーラーパネルとかがあるけん。いらない黒板とかはここに置いとんかな。いらない黒板ってなんだ？わからんけど。わからんけど、そういう感じ？何かホワイトボードが見えたと思ったんよ。ホワイトボード？黒板？そんな感じです。いや、いいっすね。なんかすごい、懐かしい気分になった。なんかね、近い将来動物の森で授業をしてもいいですよ、みたいな展開が訪れた時のために整備をしたらしい。え、めっちゃいいやん、動物の森で授業とか。はい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。なんかすごい懐かしさ満載って感じやった。やっぱ、常日頃学校におるけんさ、先生たちって。なんか作り込みがすごかったね。確かにこんな感じみたいなのいっぱいあった。職員室ちょっと感動したね。